はい、今のチェイスよろしくお願いします。プロスピ2015やっていきましょう。本日はサイクルヒットのホームランをランニングホームランで達成する。いやー、はい、リクエストありがとうございます。こっちが使うバッターは、はい、カレーでございます。突然変異パイパイ丸くんでございます。まあ、パワープロから持ってきたね、最強選手をまあ普通に使っていきます。で、相手の野手は、こんな能力の選手を全員散りばめました。で、相手のピッチャーはチンスコー君ですね。久々に登場ですね。はい、こんな感じでやっていきたいと思います。難易度は、最弱、はい、エラーなし、怪我なしです。よし、ではやっていきましょう。結構俺余裕でいくと思ってるんですよ。これはもう相手の守備力も下げちゃってるし、まあ、難易度も低いしね、苦戦することはないと思うんですよね。で、まあ、要は単純にそのサイクルヒットで達成したときに、ランニングホームランで達成したときにどういうふうに言ってくれるのかなというか、その実況がね、サイクルヒット達成ですを言うのか、ランニングホームラン達成ですをどっちを優先するのかみたいなところかな。まあ単純に、そうですね、シングルから始めてツーベース、スリーベース、最後にホームランって感じでいきましょうか。恥ずかしいやつ、まずは、シングルね、シングル達成。次はツーベースを狙っていきましょう。パッと成功させたいけどな。マジかよ、マジかよ、打つぞ打つぞ、こんなに打てないとは思ってなかったぞ俺。これでツーベースな。いや、スリーベースいけるけど、まあ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 、ツーベースに止めていきましょう。さあ、スリーベースいきましょう。今日はバットでも貢献しました。先ほどの打席でタイムリー初球打ち。いやー、今のはダメだったな、危なかった。今のは多分スリーベース失敗だったな。2球目打ちました。いけっかな、微妙だな。いけるな。よし、あとランニングホームラン1本ね。いやー、結構時間かかってるね。さあ行きましょうか、ランニングホームラン。サイクル安打達成となります。まあホームランはね、ああ、いかね、てかアウトじゃねマジか。いや、相当アウトになってんな。てかまだ亀沢さんとかいけないこれ。あんまり計算はしてなかったけど、他の選手もいけそうな気がするんだけど、あ、ツーベースが出てないのか。亀沢選手か、今ここでツーベース打ってチャンス作っとくか。他の選手でもチャンス作っておきますかね。なんかパイパイ丸だけやってた感じだけど、あ、エルナンデス選手なんてもうリーチかかってないこれ。かかってんね。藤井選手もかかってるね。ツーベースが出てないのか、大島選手は。とりあえず他の選手もリーチかけておきますね。なんかパイパイ丸だけでこだわる必要はないからね。よし、行こうか。この打席でホームランが出ればサイクル安打達成となります。初球打ちなんとかやりてえけど、なんか全然行く気がしねえな。2球目打ちました。面白いんじゃないですか。チャレンジありでしょこれは。セカンドランナーホームイン。頑張れ。オッケー。追加点が入りましたドラゴンズ。なんとランニングホームランでの得点。ジャイアンツ、もうこれ以上点はやれません。打席にはサイクルヒットとか何も言われんかったけど、ランニングホームランを優先して言ってくる感じなんだ。今俺初めてした記録上だったら右走本って書かれるんですね。ランニングホームランって走る本なんだね。じゃあちょっとラストチャレンジ、亀澤選手いってみましょうか。リーチかかってるよね。かかってねえわ、ツーベース打ってなかった。バッターボックスには先発の田上入っています。まあ、打席でここまで神経を使うピッチャーなんて数は少ないんですが、ここはバッター、これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。